何の話がいい？何でも。登録者130万人が教える発明とかどうしたら動画が伸びるか講座。もうなんかその提案の段階の声しんどるやんもう。登録者130万人が教える発明の動画が伸びるためには。まず脱ぐだな。まず脱ぐ。あ、とりあえず脱ぐ。脱いでもないからな。脱ごうか。とりあえず先に。脱ごっぱいない。なんだろうマジレッスルと。なにこの真ん中のキャラ。なんのスキンこれ。かわいい。ランパ？あ、違うわ。あれじゃない？ほら、じゃあ。バルキリ。なんだろうね。初めはゲームがうまいんだから。ゲームがうまい女ってのをなんか生かす方向性がいいんじゃないかな。まあ、だからといって何をすべきってのは今思いつかないけど。毎回脱ぎながらゲームすればいいってこと？ああ、なんかレスするたびに脱ぎますみたいな感じでいく？脱衣エーペックス。脱衣エーペックス。毎回やる。脱衣エーペックス。今日はメイド服です。今日は、ナースですみたいな。まずは、その、そうだな、ガチャポンみたいなの買ってきて、ドンキで。それに、こう。ガチャガチャの玉の中に最初の服の枚数がなんか入っててでみんなでこう、はいはいはい、わーみたいな、わー今日は薄いぞーみたいな、捨て水って1枚脱いだらなくなっちゃうじゃんってやつ、そういう感じでのやつをやります。方向性をそっちにします。くんさんが女の子だとそれやるってことですか？女だったらどうだろう。女でゲーム実況ってなんか難しいから、なんかゲーム界隈は風当たり強いからな。女にいる、普通にいる。いた。収益剥がれそうじゃね。全然剥がれると思うよ。何で稼ぐの？脱ぐのはやっぱ案件。いやだからあれでしょ、もうおっぱいに企業名を出すしかないかもしれない。でも実際脱ぐのってそんなに良くない気がする。なんかなんだろう、すぐ代替品見つけられる多分。代わりがすぐバレちゃうから、なんか別に代わりはいる。セットさん一人だよ。上か。上？あ、もうよかった。また、もしバンガードとか。どんだけ眠くてもゲームはうまいな。眠いの？眠いよ。なんで？なんで？2日ぐらい寝てた。だからごめん、結構回答になってなくね。2日寝てたのにまだ寝たいってこと？2日寝てて起こされて帰ってきた。どこに帰ってきたの？人間の世界に。家に。ああそうそうそう。人間の世界になんか帰ってきたのかと、人界に戻ってきた発明みたいな感じだと思う。そう、命の輝きくんの形してたんだけど人間の形に戻ったばっかだから。でそんなに今なんかそんな発明が伸びるには考える時期なの？そんなにやばいの？全員やばいよ。なんかエイペックスの在庫がなさすぎて単発芸を今いっぱい出しちゃってるから、エイペックスの関連に乗らなくなるんですよね。俺が実験して分かったことがあるんですよ。これね、こうちょっと YouTuber 耳寄り情報なんですけど、サブちゃんを作れと。いや、サブちゃん作るか一旦別として、その、なんか一つのコンテンツをやった方がいい。なんか一つのチャンネルで複数の動画コンテンツの配信はなんか今のところの検証だと、まあ、ほぼ9割方やめた方がいいって感じだと思う。出すだけマイナスになる可能性がある。なんかいる。もし？じゃない、なんか結局もう APEX のチャンネルと決めたら APEX にした方がいいの。そうの方が伸びる。めっちゃ味方打たれてる。なんかでも単発ゲーム結構、いやだから今一応考えてるのは、まあ、その YouTube のシステム上どうかは分かんないけど、 APEX は普通に出して APEX プラス日本投稿で雑ゲー出して、雑ゲーの方はワイプつけようかなって思ってて、でもなんかこう YouTube のシステム的にあんま好まれてなさそうな。微妙かも。
じゃあサブちゃん作った方がいいってことですか。どうだろう、 APEX の伸び次第かも。戦闘がちょっと中だから、ちょっと待ってね。こいつだった。はい、えって、なんかすげえ強いやついる。帰ってこれたかも。待って、まだ。まずい。ここにいる、ここに。あざ。あ、やってる味方一人。行こうぜー。あ、別パ来た。別パ来ました、先輩。この右のやつをかけよう。あ、味方詰められてる。あ、これ死んだ。え、マジ帰ってきたし。イスギンゴ、イスギンゴ、イスギンゴ。おい、切断したぞ。暴れん坊レベル。もう暴れん坊だからね。老婆たち来ないかな。来て戦ってくれないかな。てか、くんさん、イットテイクスっていつ撮ってくれるんすか？ずっと忘れてるね。私は毎日くんさん、まだかなって思ってるよ。くんさん。大変だ。毎日、あ、そろそろマイクラ終わるかな。今日は声かけてくれるかな。うん、続き中。やりますか、てっぺ。話聞いてた今。やりますか。イットテイクス2を。いや、まず一旦エペックスやりますか。遊んでくれないじゃん、だって。いや、いろいろあるねん、くんさん。くんさんが遊んでくれないとうちのチャンネル伸びないからさ。でも、エペやれば伸びるじゃん。くんさんが出ると倍伸びるんだよ。いや、なんか、あれでもいいよ。俺、新しいチャンネルだから別になんかソガルトのモンドよりなんか一緒にやらせたい人がいたら、やっていただける方がいれば、全然。やっていただける方がいれば。はい。さっき遊んでくんないからな。最近忙しいんですよ、僕。なんで？やること相当ある、最近やばい。編集とかもやってるから。あー、偉いね。え、てか、まあ動画撮ってる関係で、やっぱ、あとなんかもう一個のチャンネルの方の動画とかも撮んなきゃいけないから、だいぶ結構。でも、もう一個のチャンネルの動画みんなで撮りましょうよ。みんなでちゃんと撮ってるのがね、渋滞してるんですよ。あと、みんなで撮ってるやつって編集しないとさ、やっぱちょっと無理じゃん。うんうん。なんか、いっぱいいろんな人が喋ったりするから、編集してカットしたりとかしなきゃいけないじゃん。編集のリソースをかけちゃうと、その編集の単価を回収する分だけの金が、多分、微妙だから、なんか、それで撮りづらいんだよね、めっちゃ。あ、アパートしてる。この裏、箱の裏。他にもいるね。こっちにもいる。あ、なんかにいっぱいいるな。マジ？あ、痛い。あれしか持ってないんだよね。あれ終わった？わからん。まずまだもうワンパイス。なんか言ってるてるわ。やった終わり。ナイス。でも久しぶりなんだけど、APEX。全然やってないですもんね。全然やってない。やれる機会がない。いや、だからもうサブチャンで APEX が伸びたら APEX やるってことでしょ？いや、まあ伸びてるよ。だからそう、やるのはいいんだけど、ただ追いつかないんだよね、編集が。いつでも一緒にやるよ。いろいろ追いつかない。だからあれしようよ、あの昔の田中スタイルでさ、初音がプレイした動画くんさんのふりしてあげようよ。あ、どうもこんにちは、田中です、田中90ですって言って、どうもこんにちは、初音ですって、今日はくんさんの代わりに APEX やっていきたいと思いますって言って。あ、それありだな。代わりにやります、
ありじゃん。うん、1本1000円ぐらいでやるよ。あー、なるほど、ゴーストプレイみたいな。いや、ゴーストプレイっていうか、もうゴーストですらない。もう発明の動画を見ながら話しますみたいな感じじゃん。あ、そう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 、なんでもありだな。いいよ、全然やるよ。初め毎日エイペックスやってるし。毎日やってんの？うん、あと毎日 BF やってる。それはいいかな。だから初めがよく BF できるね。なんか不毛な気持ちになるね、なんかあのゲーム超楽しいよ。嫌な気持ちになるけど、なんかさ、なんかエペの方がクオリティ高くて楽しくないって。うん、それはそうだよ。だってこのゲーム 4,5 年やってるんですよ。確かに。いや、なんか単純にバグとかがひどすぎて、なんか真面目になれないみたいな。そう、まあ2戦に1回落ちるのはちょっとクソだとさすがに思うけど。あ、いいじゃん。初めがエイペックスして、うん、こんにちは初めです、今日は君について暴露していきたいと思いますって、しょうもない暴露を10本ぐらい、1試合分ぐらいやって、それを、まあ、ほぼ無編集で君さんのサブチャンにあげれば、すげえな、君さんは収益が入るし、初めは特に何の得もない。めっちゃいるじゃん。めっちゃいるわ。ニパどころじゃないな。シューズめっちゃ食らってんの。あ、なんか別のパーティー来たわ。あ、オッケーオッケー。いや、ミスタミスタ。めっちゃいるね。あ、どうするかね。一回降りれる、一回。うん、で目の前にいる。わ、めっちゃいるわ。あ、これこっち回ってくる。うん、これさ、エリア行かね。いいよ。いいんじゃね、この脱出できたら。いい感じ。この目取りたいな。あそこよう集まるんだよな最近。そうなんだ。まだ戦っとるわ。まだやってる。うん、無様な。俺らが登ったところからは来る感じしないね。多分全員向こう側だな。多分向かって左側行く感じだと思う、うん、優勝目指すんだったらもうなんか行くべきな気がするね。目指すだろう。だってあそこに2パイってさ、あとワンパでしょ、いったところで。うん、そんなお散歩してる暇ない気がする。そう、封鎖しよう、これ。わー、いるんごねー。どうする、戻る。でもなんか行くしかなくない。私の方見てる。それ多分撃てる。私の方見てるやつ。行くわ。無理、いけない。これオッケーオッケーオッケー。上がった瞬間に食らいながらガスグレ投げて、私もウルト吐くみたいな感じで、とりあえずその場からどかすみたいな。オッケー。そのじゃあ発明先に上がってくね、そっち。いいよ、行くよ、うん、はい。どっちか行けるっしょ。いいね、こっち見てない。無理、もう死ぬ。これいけない。これで上がれました。え、上がってきた。うわ、マジか。下がってきた。こいつら下がってる。下いる。これ上取られてんの、この無理毛だろ。やべえな。え、なんかやられたぞ、こいつ。ナイス。あ、それは無理。誰？今やったけど。やべえな、ここ。無理すぎる。もう前くらいいっちゃう？前くらいするか。